吉田さん、おはようございます。いや、動画の方ありがとうございます。いや、嬉しいですね。やっぱりね、この吉田さんのみならず小野沢さんともこうやって動画のやり取りができること、まあ同級生とかなんか同期っていう感覚は私たち自由に生きてるとないんですけども、でももしあるとしたらね、大人になって入学した土屋塾という学校の中で、まあ、素晴らしい人との出会いが私の財産でありね、きっと私も誰かにとってそういうふうに思っていただけるような、そんな人間になっていきたいなというところもありますし、そう思われたいからね、自分の結果ってのは誇らしくもうプレゼントしたいというかね、まあ久保さんっていう人がいるよみたいなことをね、誇らしく語ってほしいなと思います。少なくともね、あんなやつがいるよとかね、どうしようもないやつだなみたいなことではなくって、まあ私も昭和の人間です。正々堂々とやっていきたいですし、それこそ武士は食わねど高用事ではないですけども、結果が出なくてめちゃくちゃになったことも自分の選択した結果なんでね、ごまかさずにこれからもね、向き合っていきたいなと思います。まあおかげさまで大きな転落ってのは40過ぎてないままここまで来てますけども、ただやっぱりね、資金を失うってことは多々ありました。でもまあ必要経費ですからね、私たちはリスクってものを承知で飛び込んできてるわけですから、リスクを取りたくないんだったらそれこそね、勤め人をするぐらいしかなくって、いや、その勤め人ですら会社がいきなり潰れたりとか、給料が未払いだったとかね、社会保険会社が入ってくれてなかったとかね、いろいろとびっくりすることがあるわけなんですよ。だからそういうもの込みで私は全部、結局は全ての結果は自分で取るしかないかなと思ってるんですね。もういい年ですしね、あいつのせいだ、こいつに騙されたって言って行動が済むわけじゃないですし、それを単なる私はね、泣き言というふうに一括してます。もちろんね、痛い目にあった人にそれ泣き言だよっていうふうに言うようなことはないですけども、やっぱり同じ痛み、同じ傷口にね、寄り添っていきたいなと思いますけども、ただね、傷を舐め合ってもそこからは何も生まれませんから、失った分以上に強くなろうぜ、もっともっと稼げるようになろうぜ、それしかね、私は言うことがないですね。100万失ったら200万稼げる自分、500万失ったら1000万稼げる自分ね、失ったものが自分のかすり傷ぐらいに思えるように、やっぱり自分のその人生を積み重ねていくしかないかなと思ってます。まあ、その中で私はね、小野沢さんっていうのが常に前に突き進んでいて、常に新しいことに挑戦して、そして見るたんびに若くてね、もう憧れの存在ではありますよね。時給7万円男っていう感じでプロモーションで出た時も、私もね、誇らしい気持ちでいっぱいでしたよ。ああ、小野沢さんプロモーション出てるな、すごいなみたいな感じですよね。そしていつか俺の番も来るのかなみたいなね、大それたことを思ってしまって、それが励みになってセルフバックをさらに追求して、ああでもないこうでもないっていう風にセルフバック その工夫が始まったわけなんですよね。で、私と小野沢さんの共通点といえば、おそらくサラリーマン出身ってことなんじゃないかなと思います。私も大学を出て新卒でサラリーマン経験があります。まあ7年ほどだったんですけども、勤めさせていただいて、本当にね、絵に描いたようにいい会社に入って出世すればいい老後が待っていると思って、だいたい40代ぐらいでは、奥さんがいてね、子供が2人いて、マイホームに車が1台から2台みたいな、本当にね、出来上がったようなライフスタイルを思い描いてました。実際はそうならなかったんですけどもねなんか私の場合ね、まあ小野沢さんパソナ関連の会社に勤めていたって聞いてますけども、私の場合は30代で派遣会社に何社も応募して派遣社員になりたいなと思ったんですけども、一社も通らなかったというね、そんな30代を送ってまして、仕方がなく自分の会社をやっていたということですね。その会社もね、網戸から始めてみたいな、山道を巡ってみたいなところで、本当に苦肉の策ばかり、その連続でした。まあでもね、そうやってああでもないこうでもないというふうに頭をひねったことが、まあ工夫の鍛錬になったかなっていうところがあります。小野沢さんもおそらく少年時代野球をされたと思いますけども、なんかそのノックを受けるってね、なんかその千本ノックって言いますけども、ノックを受ければ受けるほどだんだん上手くなっていくんですよね。ノックする人の監督とかね、コーチのだいたいこう傾向が見えてくるんですよ。こういう風に振りかぶってバットを向けたらこっちに飛んでくるなとか、目線がこっち行ったらこっちに飛んでくるなみたいなね、そういうのがだんだん分かってきて、だから試合でも あのバッターはこうじゃないかなとか、あこの投手はピッチャーはこうなんじゃないかなというふうに測れてくると思うんですよ。まあ、ですので工夫っていうのは繰り返し繰り返し反復練習する中から生まれてくるのかな、要するに
量から質が取り出せるのかなってことは、もしかしたらね、私たちは幼い頃から経験していたのかもしれませんね。その中で小野里さんはあのカメラ転売を、まあ、されていたわけですけども、私がね、あ、すごいやってるなと思ったのが、小野里さん家に何度か行く中で、その多分カメラのね、梱包する段ボールなんでしょうね。あの段ボールが束であったり、パソコンがこっちにあって、ちっちゃいパソコンがここにあったりとかして、そしてメールマガジンをね、毎日書いていたということですね。あ、本当に小野里さんほどの人でもこのコツコツやるってことはやめてないんだと。だってなんか大きな商材を売るようになったら、一気にね、何百万とか何千万って売り上げ立つわけじゃないですか。だから以前やってたことはやらなくなるような気がしてたんですけども、いや、やり続けてるなと思いましたね。もちろんフェーズが変われば、かつてやっていたことが優先順位から外れて今やるべきことにフォーカスするっていうのはあると思いますけども、当時私が感じたのは、あ、小野里さんですらここまで来てでもコツコツを手放してないんだなと。じゃあ俺がコツコツを手放してどうすると思ったんで、俺に何があるかなと思ったら、あ、セルフバックだ。俺はバカの一つ覚えみたいにセルフバックを隅から隅までやって、そしてセルフバックをどういうふうにね、変化させていって新しいセルフバックにしていくのか、これにちょっととことんまあ、こだわっていこうかなと思ったんですよ。その中で生まれたのが、あのウォーターサーバーであったりね、 FX の口座開設なんですよ。FX の口座開設とか資金を入れたりとかね、それから運用して何回か取引して資金を抜いたら、はい、報酬確定ですよみたいな、いろんなパターンがありますけども、あれはね、 FX のことを知らない人には、あの2万3万っていう報酬は魅力なんですけども、怖くてできないんですよね。じゃあそれを俺がマージン 50% やったらどうかなっていう発想とかがあったんで、これは結局ちょっと実行には移さなかったんですけども、アイデアとしてあったのは FX の口座開設などなど、 FX に関することをですね、私が代行でやりますよと。その代わりいただいたセルフバック報酬は確定したら 50% くださいみたいなね、そんなのもあるなと思ったんですよ。これはね、実行しませんでした。というのが、利用規約にかかる恐れがあったんでやめたんですよね。これをビジネス化したら、ちょっと手伝うぐらいならいいけども、ビジネス化したら、これはさすがにね、利用規約にかかるかなと。あの本人がやってないっていうところに、どうもね、代行業ってのはダメだろうなと思ったんでやらなかったんですけども、ウォーターサーバーに関しましては非常にスムーズにね、島の方にフェリーで渡って、それから何件もね、ウォーターサーバーを10本ずつ設置してもらって、数ヶ月後に回収に行くみたいな、まさにウォーターサーバーの業者をやっていたわけなんですよ。そうなったらね、小野里さんね、私たちはネットビジネスをやってるのに、リアルビジネスをより真剣にやってるっていう形になってるんじゃないかなと思うんですよ。小野里さんも結局インターネットの放送と、あとセミナーを組み合わせてますよね。だから誰よりもセミナーをやってる人だと思うんですよ。誰よりも自分の身を多くの人の前にさらしてね、やってると思います。そこがね、やっぱり小野里さんの、私のすごいところだなと思いますし、負けてられるかと思うところですよね。まあ現在私は隠居みたいな形をとってね、半分隠居ブランディングなんですけども、セミナーってのもほとんどやってませんけども、それでもね、お会いする人数っていうのはね、多分インターネットビジネスのセミナー講師と並ぶかそれ以上だと思うんですよ。特に2019年、2020年の途中までは47都道府県、全国塾生さん、視聴者さんに会いに行くぞツアーとかやってね、本当に47都道府県行きましたからね、私はね、車で奥さんと一緒に。東京なんてのは何回も行きましたね。行くたんびに40人ぐらいの規模で集まっていただいて、とてもじゃないけども2時間ぐらいのね、時間ではみんなと何もできなかったみたいな感じで、まあ、記念撮影ぐらいしかしなかったかなという、だから繰り返し行ったんですけども、あと東北の方にも行ったりとか、北海道の方にも行ったり、もちろん沖縄にも行きました。で、時にはハワイですとかね、インドネシア、海外に行ってまでこの視聴者さんに会いに行こうツアーをやっていたんですよね。まあ今となっては懐かしいな、1年ちょっとぐらいはちょっとできてないんですけどもね。で、以前小野里さんが広瀬さんと広島に来てくださった時も、私ちょっとね、どうしても行けなくって、ご一緒できなかったんですが、ただね、花田龍馬さんとお会いになったということで、私も、ね、非常に嬉しく思っております。いろいろとここまでお話ししましたけども、もう一回整理して言うと、私のね、小野里さんの印象っていうのは、すごい人だな、時給7万円だなと思ったのと同時に、憧れですよね。こうなりたいなと。で、もっと言うと、これ何回かどっかで言ってるんですけども、小野里さんがいなかったら多分やってないです、私は。ネットビジネスの世界って半分嘘っぽいものがあって、インチキな人が当たり前のようにね、稼ぐためにやってるのかなっていう印象はあったんですよ。でも小野里さんと飲んだビール、一番初めてビール飲んだ時にね、あ、こういうふうに正直にやることができるんだと思ったんで、よし、この道で間違いないと思ったんですよ。そして
まあ、土屋さんにもいろいろとね引き立てていただいたんですけども、そこに小野里さんというね塾生さん、私と同じ立場の人が先輩としてね、上級生みたいな感じですけども、そういう風にいてくださるとどんなにいいだろうと。そして小野里さんね面白いんですよ、ノリもいいし、でちょっとエッチだしねでそういうね女の子好きなところもね私に気が合うなっていうところでね、女性の話とかもできるなと、秋葉原いいなみたいなところもあったりするわけなんですけどね、そこはちょっと今回置いといて、また新橋で飲みながら話したいと思いますけども、ビジネスに関しましては、私はねセルフバッグの工夫を一生懸命しようかなと思って、それが私のセルフバッグ、ただ単純にセルフバッグをやるだけじゃなくて特色になると思っていたんですが、やっぱりねこれもね小野里さんの影響なんですよ。小野里さんはいろんな転売の中でカメラは工夫ができるんですっていう言葉を残されてます。それ私ねものすごくねそう受け取ったんですよ。あ、確かにレンズとカメラを組み合わせてみたいな工夫だよねと思ったんですよ。ただ単純に安く仕入れて高く売るだとライバルが山積されてもうね、インチもサチもいかなくなるから、いかに普通に仕入れたものを高く売れるかというね、高値売りのスキルを身につけることが大事かなと思ったんですよ。撮影技術とかコピーライティングとか人の感情を動かしてみたりとか、なんでこれが高いのかってことをちゃんと理由付けするとかね、それこそ視聴者さんが見てる人がこれ高くてもこれがいいよねって思えればいいわけなんですよ。じゃなかったらね、フェラーリが売れないわけですよね。なんで同じ移動手段なのに20万円の中古車とフェラーリの新車、こんなね何十倍も違うものが売れていくのか、そして不況だと中古車よりもフェラーリが強いのはなんでなのかとかね、まあ、いろいろと勝手に考えるところがあったりとかして、カメラっていうのは工夫ができるって、その一言でね私はねセルフバッグの可能性がブワーッと広がったんですよ。だからそういうふうな小野里さんの言葉一つ一つの影響力もいやすごいなと思いましたよね。非常にだからその辺から私のセルフバッグの工夫の幅も広がったんですよ。どうやったらこの案件を工夫できるだろうか、工夫をした瞬間ライバルは皆無になるわけですよ。だって私がこのノウハウを話したところで誰もやんないんですよね。それこそ多くの方は面倒くさいことが大嫌いで、お金が儲かるのにそのためにやることがないんですよ。私に言わせればね、誰よりも私は1円とか10円とか小銭にこだわってきたんですよ。だからこそどんなお金も侮ってこなかったからこそお金がたくさん残せたと思ってますよ。決算の時にはものすごい大きな金額と考えられないような納税をしますけども、でもこれもその1円1円を真剣に考えて取り組んできた結果だと思うんですよね。それこそね、何も考えずに投資案件が来たからっていうんでボーンと100万いったりとか200万いったりとか、そんなね金の軽い使い方は私はできないんですよ。もう本当にね、いくらお金が口座にあっても1000円2000円使う時っていうのは、これは本当に使っていいんだろうかっていうふうにね、相当ね、お昼の弁当でも気軽に飲むビールのおかわりでも結構ね、これ無駄にしないためにはどうすればいいかなって考えちゃうんですよね。それ癖ですよね。もう一杯ビール飲むときに、このビールもう一杯飲むときに一緒に入れる人はどうだろうかとかね、もう本当にそんなことまで考えてしまう時があります。それでカメラの高値売りっていうところに、まあ、工夫をされてる小野里さんを見て、俺もセルフバックで工夫しないとなっていうふうに思うわけなんですけどね。そして私たちみたいなビジネスをすると避けられないのが詐欺案件ですね。私たち自身も詐欺案件に引っかかっちゃうことがありますし、最初は順調だったんだけども、だんだんほころび始めて破綻に向かう、そういったビジネスや投資もあります。で、これすごくいいなと思って参加して、参加したことをこんないいのがあるよって話すと、後追いでその人が参加してきてね、で結局リスクはあるってちゃんと説明してるのに、小野里さんもね言われてると思いますけども、でも結果うまくいかなくなったら紹介者のせいっていう風にして、紹介者に弁償を求めたりとかね、苦言を呈したりとかいろいろやってきたりするわけですけども、いやそういう風な人がたくさんいるのも分かるんですよ。未だにそういう人はたくさんいるでしょう。要するにお金に対してすごく甘いんですよね。そんなに大切なお金だったらなんで投じちゃったのって話ですよね。少なくとも私の方が全体資金的には多いのに、あなたの投じてる資金よりも私が投じてる資金は小さいよと、それもちゃんと説明してきたと、やっぱり自分なりに多くの人に、一人でも多くの人にね得をしてもらいたいからこういった活動してますし、いろんな案件も紹介するわけですよ。みんなの銀行しかり、セルフバックしかりですけどね。でも結果うまくいかなくなる、ビジネスだから投資だから誰かはそれは資金失いますよね。だって投資やビジネスでみんなうまくいくことが前提だったら、なんで潰れるラーメン屋があるんですかとかね、なんで廃業率が
1年間で 50%、 10年間で9割潰れるっていうこの世の中なんですか、とあなたはリストラされたことないんですか、とあなたは勤めていた会社が潰れたことないんですか、あまりにも世の中を見てなさすぎると。仕事をするってことはその仕事がなくなるリスクが常にあるってことだし、金を稼いでるってことは稼げなくなる瞬間もあるってことなんですよ。だから深追いせずに自分の設定した利益で離脱していく、もしくは失ってもいい金額の間で投資をしていく、これ別に私が言わなくちゃいけないことですかね。小野里さんが丁寧に説明しなくても当たり前のように知った上で世の中に出てくると思うんですよ。これからも詐欺案件は世の中に溢れます。これからも途中で破綻するビジネスは投資は世の中に5万と溢れています。なくなることはないと思います。でも私たちは社会に出てそういったものの中を泳ぎ分けなければならないし、どんなに痛い目にあっても最終的には自分の人生を夢をね掴んでいかなくちゃいけないわけですよ。掴めなければみんな不幸で終わるんですよ。だから幸せになりたいですよね。周りの人を安心させたいし家族を幸せにしたいですよね。だったら泣き言言わずに私はねどんなに惨めな目にあっても跳ね返して進んでいくしかないと思います。で、人を指さして全員極悪とかね、あんなポスター作ってる暇はないというね思いますよ。まあ、確かにあれはね面白くてインパクトありまして笑いましたけども、まあでもねあんなことをやってる間にあのセンスでいくらでも稼げるんじゃないかなと思うんですよね。で、私はね吉谷さんが紹介していたマトリックスアフィリエイトってものをね購入して、でマトリックスアフィリエイトのコンテンツメーカーの方、要するに塾の主催者の方は途中コンテンツ作らずに放置して逃げてるんですよ。で、その後アフィリエイターパーティーとかでそいつに会ったんですよね。会ってお前コンテンツ止まってるやないかって言ったんですけども、ああすいません今やりますんでとか言ってそれ以来姿を消したみたいなところもありますけども、まあでもねマトリックスアフィリエイトにはそうやってお金を失っちゃいました。で、マトリックスアフィリエイトを主催したそのメタル優勢っていう本名かどうか分かんないですけどね、そいつはねなんかランボルギーニ買ったぜとか言って YouTube チャンネル別で解説しましたけども、それを見つけてねコメント書いてやったらそのチャンネルも消えました。つまりインチキをやると居座れなくなっちゃうんですよ。非常にもったいないと。瞬間的なインチキをすると永続的にこの世界にいられなくなるんで、いや小野里さんも十分経験してると思いますけどね。だから私がまあ私もね、インチキするなとかね詐欺師とか言われることはあります。小野里さんや吉谷さんに比べたら少ないと思いますけども、でもやっぱりねそういうふうに言われたりレッテルを貼られたりするたんびに私はね思うことがあるんですよ。だったら俺は顔をさらすことをやめない、だったら俺はセミナーをやめないって感じです。いつでも持ってこいと、いつでも俺はさらして身をさらしていくと、なんだったらうちに来いよ、話し合おうぜ、なんでそうなったのか、なんで君は人を詐欺だと思うのかね。こっちから言わせればアフィリエイトから始めてコツコツと人脈を積み重ねていってビジネス商品作って集客して販売する、これをやらないで稼ごうと思う方が詐欺じゃねえかと。投資案件の中身も分からずに自分で解析もせずに人の YouTube だけを頼りにね、そこに全部の責任があると信じてやってしまうと、そんな脇の甘さだからお金を失うんじゃないかなっていうところも話すことがあります。マンツーマンになったらね、それは私の責任を回避しようとしてるんではなくて、いやその気持ちをずっと失わずにやってるから私は失った資金っていうのが傷口で済むんだよということなんですよね。だって小野田さんも言われてましたけども、誰かを騙してやろうとかね、誰かを引っ掛けてやろうと思うわけないじゃないですかね、こんなことをやりながらでコツコツと何年も同じフィールドでやってるわけですよ、ね、結果的にうまくいかなくなっちゃったからって言ってでそれを人のせいにする、誰かが悪い詐欺だとか言うんじゃなくて、じゃあその案件で稼いだ人がいないんですか、まさにこれが答えですよ、ね、稼ぐためにいつ参加するのか、どのぐらいの資金でやるのか、そしていつ辞めるのか、深を言うすればそれはねいつか傷口が広がりますよ、ね、昔、なんかねアクシアっていうカセットテープがあったんですよね、うん、今はもう多分作られてないと思います。あと三洋電機か、三洋電機っていう会社がありました、ね、なんかカメラとか作ってたりとか、まあ、いろんなね、ガジェットとか作ってたんですよ。録音機器とかカセットテープのねなんかこのテープレコーダーみたいな、今はもうありませんよね。じゃあその三洋っていう会社にいた人で円満に定年退職した人は多分ものすごくいい人生で
家とかね、財産残せたと思うんですよ。でも倒産するその日までその会社にいた人ってどうですかね。なかなか厳しかったんじゃないですか。会社の体力が失われていく中で、給料もカットされて、ボーナスもカットされて、で残業だけ増えていって、でしまいには会社がなくなってしまうと。転職も難しいでしょ、そうなったらやっぱり詐欺なんですかね、その三陽って会社は。違うでしょ。その三陽って会社は有名になるまでも同じく朝干し夜干しで働いて、白給の中ね、給料なんてほとんど出ないまんま家族を置き去りにして、血と汗で信頼を培って事業規模を広げた、そういった先輩社員のいるおかげで三陽って会社はドーンとね、でかいものになったんですよ。でも時代の移り変わりとともに三陽って会社は必要とされなくなってきた。そしてだんだんと終わっていったんですよね。だからどんな時でもビジネスっていうのは走り出す時があって、順調な時があって、衰退してなくなっていく。これの呼吸のようにそれを繰り返してるんですよね。だから美味しいとこだけ乗って早く離脱すればいいんですよ。で離脱して他のところに行くみたいなね。まさに私は小野沢さんとこれも同じですけども、コツコツとビジネスで資金を作って、その資金でもってリスクのある投資の世界とかに入って、なくなったらまたビジネスをやってってやればいいんですよ。でも自分の虎の子のね、何百万とか借金をした何百万をいきなりわけもわかんない投資に突っ込むから、リスクが高まるわけですよね。常に10秒後にはなくなってもいい資金でやる、これが投資なんじゃないかなと思うんですよ。つまり余剰資金ってことです。だからこれはね、私がね、繰り返し言ってもその掟を破って勝手なことをする人が出てくるんですよ。でそういう人は結果的に詐欺師だとかね、信用してたのに、誰がクリックしたんですかと、誰がその資金投入金額を決めたんですかと、私ですかと、私だったらせいぜいやって10万ですよみたいなところに300万円入れちゃいましたとか言ってね、いや少なくともあなたより上級者の私が10万20万刻みでやってるのに、なんでそんな莫大な金額いくんですかと、恐ろしいですよその判断力はみたいな感じでね、呆れちゃうこともありますけども、でもそれが人の気持ちなんだなっていうふうに、やっぱり考えてあげるのが寄り添っていくってことなのかなと思いますし、まさに小野沢さんはそういうところがね、配慮できてるんじゃなかろうかと私は思うわけなんですよ。でいろいろと申し上げましたけども、私はこれからもね、小野沢さんとこういうふうにやり取りができて、まあなんかね、お互いに依存してるわけではないけども目標にするところがあったりとか、なんかいい関係だなと思っちゃったりね。でね、最近私若返ったでしょ、小野沢さんも言ってくれたんですけども、小野沢さんみたいにおしゃれなね、中高年になっていきたい、素敵な50代になっていきたいと思って、もうすぐ私も50になりますけどもね、小野沢さんとは2つ違いなのかな。だから小野沢さんが一足先に50になっちゃいました。そのための動画っていうのも結構撮ってましたよね、50歳までにどうするみたいな。でも私も50歳になるんですよね。奥さんがいくら若くても私は先に年を取ります。で奥さんが若い分だけ私がね、若返っていかないとなんかね、ごめんねって気持ちなんですよね。子供まだ1歳ですしね。まあそういうふうに私は半分昭和のステレオタイプの家庭を目指していて、それが手に入りました。でもこれからその家庭を維持したり、そして寂しいことですけども、時間が経つに従って、さっきの会社の例じゃないですけども、この家族っていうのも子供が出ていき、両親がまあ他界し、そして先に私がおそらくですけども、いろいろなものを残しながら去っていくのかなっていうふうに考えたときに、今できることをやっておかないとなと。今受け取れる幸せは絶対に手放しちゃいけないなとかね。そのためにほとんどの問題を解決するためには金があること、時間があること、これだと思うんですよ。だから私は今のビジネスを選んで本当に良かったなと思いますし、今はおかげさまでね、隠居暮らしって言ってほとんど何もしなくても投資の利回りとかね、運用益でなんとかやっていけるようになりました。この投資の利回りや運用益も今まで散々パラ話してきたことなんで、同じようになった人もいますけども、私の言葉を参考にしながらもそうしなかった人もいるんで、そうならなかった人もこれも大半です。だから何を選んで何をするかって、いくら発信者が熱々と語りかけても結局受け取った人次第なんですよね。だから詐欺にかかっちゃうのも受け取った人次第、いい案件にせっかく出会えたのにそれを使い切れずに資産を失っちゃうようなね、道を選ぶのもその人次第で、まあ取れない責任はあるかなっていうところですね。で私たち情報発信者が取る責任といえば、信頼を失ってアクセスが取れなくなるっていうことに尽きると思うんですよ。で私たちはアクセスが欲しくてやってるところがありますし、
せっかく視聴者さんと発信者という関係ができたのに、それまでの労力を全部不意にして視聴者さんとの関係が失われていくっていうのはね、悲しいことなんですけども、それは仕方がないですよね。人は時間が経てば価値観も変わりますし、必要なものも変わってきますし、いろんな人についていこうっていうふうな気持ちも切り替わっていくと思うんですよ。で、世の中にはもっともっといい人もたくさんいると思いますしね、それからもっともっとね、ずるい人もたくさんいると思います。結局は誰と一緒に歩むのかはその人その人が決めるしかなくって、で、私が決めてるのは吉谷さんもそうだしね、小野沢さんともそうだし、このちょっと離れたところにいるお互いの友情といいますか、戦友というかね、まあ広瀬さんも、澤部広瀬さんもそうだと思いますけども、こういった関係が私の人生の中に芽生えてるっていうのは、まあ宝だなと思いますね。だからどんなことがあっても、どんな利益不利益あろうとも、そんなことじゃない、そんなことじゃなくて、真っ向ど真ん中にいる小野沢はじめさんというね、群馬県出身の東京在住の方、それ以外の肩書きっていうのはもう歌方なんですよね。移り変わっていくもの、時給7万円男も今では懐かしいです。フェラーリに乗って颯爽と PV が出てるところも、あれは懐かしいですよね。新橋で飲んでます、ホープ県に行きました、泊まりもしましたよね。そして六本木ヒルズのあの土屋邸でのやり取りね、全部懐かしいですけども、いろんなものが移り変わっても年を取っても、今日こうしてね、小野沢さんと YouTube を通じて関わっていられる、吉谷さんとやり取りができる、もうそれに勝るものはないですね。いくら稼いでも、いくら稼いでも、いくら稼がなくても、この関係ってのはお金を積んでも買えません、ね、何人の方が私たちの前を通り過ぎていったのか、何人の方がいなくなっていったのか、でも今日令和3年の7月21日こうして YouTube を通じて集まっていられるのは本当にありがたいことだと思います、ね、土屋塾リターンズ何かの形で復活させたいですね。これはね、常にね、動画のどっかに入れていこうと思います。実現させましょう、ね、思考は現実化する、その育成が土屋塾リターンズが現実化するでございます。それではありがとうございました。